メジャーで通用した日本人打者4人しかいない。この4人化け物だわ。青木は鈴木誠也と海羽に10本打ったのにホームラン王がいたせいで空気になってしまった。かわいそうなやつ。大谷のおかげで低打率のブンブン丸でも HR さ打ってたら大丈夫って分かったのはでかい。田口とか長谷川とか城島とか岩村とか青木とか微妙なやつらの名前がすっかり出なくなったのは嬉しい。大谷のおかげで松井秀喜の評価上がったような。なんなら一郎より上。内野で通用したやつが一人もいないのは悲しいな。キム・ハソンみたいにショートで無双する日本人が見たいよ。松井一夫でもダメやったからもう内野手は挑戦すらしないようになってるしな。青木が通用してないは無理あるやろ。向こうで何年やったと思ってんだ。青木は安かったからたらい回しにされながらも生き残れた感ある。無双しないと通用してないことにするやつおるよな。1年間レギュラーだったなら通用はしてるやろ。日本は投手の落ちこぼれが野手になるから内野に人材集まらんよな。内野はまず両足の間で補給してってところから脱却しないと始まらん。ご視聴ありがとうございました。